お尻の形に合わせてくれる。そう、 iPhone ならね。察しのいい皆様は、もう今日は何の動画が始まるか分かったんじゃないでしょうか。そうです、じゃあ皆さんでいきましょうか。せーの、そうです、そうです、そうです。ようやく iPhone6 Plus が私の手元に入ってきましたので、こちらの方にですね、今日はですね、この、ソフトバンクセレクションの簡単綺麗に貼れる切り取りセパレーター採用の衝撃吸収高光沢保護フィルムを貼っていく動画を撮りたいと思います。これを剥がして、あ、最初に上の方だけ貼ってねってやつだ。わかりました、ちょっと貼り方が分かったので。でも貼るときはね、騒いでちゃいけないということで、先にどういう気持ちで俺がその貼ってるかっていうのを先に表現しておきたいと思います。いや、いくぞ、さらに行け、行け、ゴロゴロゴロ、行けそうだ、ゆっくり剥がし、そうだそうだ、行くな、ぞぞ、ペカーンってやって、どうしてやろうか、ペアーンって、ペアーンって、そうだ、その前に気泡入んな、気泡入んな、行け行け行け、お願い、お願い、晴れたか、晴れたのか、晴れた、晴れたのか、いや、やったー、やったー、なんで、なんで、すげえ、いったでしょ、いったでしょ、綺麗に貼れた、今日は綺麗に貼れた。iPhone 史上初、こんだけ綺麗に貼れました。今日はすごく嬉しい日になりました。ありがとうございます。フィルムを貼っただけじゃやっぱりそのお尻の形に合ってしまうので、ケースの方も使っとこうと思いましたので、こちら貼ってきました。いろいろもう先に手に入れてる方々がレビューしてるじゃないですか。有名 YouTuber のエストさんとか、あとはそのジェイットさんとかケーズさんとか、 iPhone として買っちゃったらそれはそのちょっと違うなと、いやでかいよみたいな話が出てくると思うんですけど、もう僕は6 Plus という名前の iPad Nano を買ったつもりでいるので、僕が選んだケースはこちら。パタパタが出てきてるんですよ。え、でこれをひっくり返してこうiPad のように動画が見れる。これでも iPad なのに早変わりですよ。さあ早速つけていきましょう。プロブタのやつ出てんだ。はい、ぴったりはまりました。こちらが僕の iPhone6 Plus ではなくて iPad なのになります。どんどん使い倒していこうと思うので、皆さんこれからこれが出てきた時はあはははと笑ってあげてください。またねー、ありがとうねー。中とかは見せない。え、中って何？こういう感じです。こういう感じです。あ、こういう、こういう、そのアプリが、その大きく大きくなったらね、下に下がるとかそういう機能ありますね。文字が大きくなる。そういうのはまたやりまーす。角度浅くね。